サンクトペテルブルク美術大学の建物は1764から89年にフランス人とロシア人の共同デザインによってロシア帝国美術アカデミーとして建てられた。サンクトペテルブルク美術大学はロシアのサンクトペテルブルクにある美術大学で正式名はイリア・レーピン名称サンクトペテルブルク国立会が彫刻建築学院で 文字通り会が彫刻、建築学科がある。1757年に設立されたロシア、帝国美術アカデミーが母体となっていて、現在でも美術アカデミー並び、レーピン学院とも呼ばれている。1757年に、当時の首都サンクトペテルブルクのワシリエフスキー島に設立され、1764年にエカチェリーナ2世が帝国美術アカデミーと命名した。 1933年にロシア美術アカデミー、1947年にソビエト連邦美術アカデミーと命名された。1991年にロシア美術アカデミーに名称を復帰し、正式名をイリア・レーピン名称サンクトペテルブルク国立会が彫刻・建築学院としている。ありがとうございます。